スプリウス・カッシュース・ウェケ・リヌスは、共和制ローマ初期の最も特筆すべき人物の一人で、ある。失勢官を三度務め、外戦式も二度実施している。最初のマギステル・エクイートムであり、最初の、公有地方の設定者である。最後の失勢官を務めた翌年、王政の復活を狙ったとして告発され、パトリキによって、死刑とされた。ローマの記録では、 本人の名前と同時に、父と祖父の名前の頭文字を書くことがあるが、そこでは、スプリウス・カッシウス・ SFSN ・ビスケラナスとされている、ことから、父も祖父も、スプリウスというプライノー面を持っていたことがわかる。彼が処刑された時に、父がまだ生きていたと言われているが、それが事実なら、カッシウス・ウェケ・リヌスの生まれを紀元前540年から535年より、 以前と考えるのは難しい。彼には三人の息子がいたが、その名前は残っていない。カッシウス・ウェケッディヌスは、パトリキの生まれであると信じられているが、カッシウス氏族は後には、プレブスとなっている。歴史家バルトホルト・ゲオルクニー・ブールは、カッシウス・ウェケッディヌスの罪のために、彼の息子たちが、パトリキの地位を剥奪されたか、あるいは自主的にそれを放棄したのではないかと、考えている。 カッシュース・ウェケ・リヌスが最初に失政官になったのは紀元前502年共和制ローマ建国から8年目であった。同僚失政官はオピテル・ワルギニウストリコストスであった。ハリカルナッソスのディオニューシオスによるとカッシュース・ウェケ・リヌスはサビニ族とキュレス近くで戦い、これに大損害を与えて勝利している。この敗北でサビニは講和を求めかなりの土地をローマに割上した。 この勝利によって、カッシウス・ウェケ・リヌスは、外戦式を実施する栄誉を得たが、これは、外戦式のファスティでも確認できる。他方で、ティトス・リウィウスの、ローマ建国史では、両執政官が戦ったのは、ラテウムのアウルンキ人であり、スエス・サポメティアを占領したとする。リウィウスは、同じことを紀元前495年にも述べており、これは、ディオニュシオスと一致する。したがって、 ディオニュシオスが言う、紀元前502年の勝利は、サビニ相手と考えて良いと思われる。翌紀元前501年、ティトゥス・ラルキウス・フラウスが、ローマ史上最初の独裁官に就任したが、ラルキウス・フラウスは、カッシウス・ウェケ・リヌスを、マギステイル・エクイートムに指名した。独裁官が置かれたのは、サビニとラティウムの両面戦争の恐れがあったためである。交渉決裂の後、 ローマはサビニに宣戦線布告をしたが、実際には両者ともに積極的には動かず、戦闘には至らなかった。ラテウムとの戦争は、紀元前498年に勃発し、レギールスハンの戦いで、ローマが勝利した。この勝利の後、カッシウス・ウェケッリィヌスは、ローマ元老院にラテウム都市を破壊するように命じられたと言われる。カッシウス・ウェケッリィヌスは、 紀元前493年に2度目の執政官に選出された。同僚執政官はポストゥムス・コミニウス・アウルンクスであった。ちょうどこの時、プレブスが離反してモンテサクロに立てこもっていた。共和制ローマ初期の歴史の中で、パトリキとプレブスの反目は何度も繰り返されるが、これが最初のものであった。以前の立場とは異なり、カッシウス・ウェケ・リヌスは、 ラテウムとの条約に批准し、ローマの繁栄に脅威を与える要因の一つを取り除いた。この条約は彼の名前をとって、ホエデスカシアヌムと呼ばれた。キケロは彼の時代にも条約の写しは存在していたと述べており、またリオニュシウスはその内容を要約している。この年の後半にカッシウス・ウェケ・リヌスは、ケレース、バックス及びプロセルピナの神殿を封建している。 紀元前486年、カッシウス・ウェケン・リヌスは3度目の執政官に選出された。同僚執政官は、プロクルス・ウェルギニューストリコストするティルスであった。今回は、ウォルスキとヘルニキに軍を進めたが、和平を追求し、再び外交能力を見せた。カッシウス・ウェケン・リヌスは、ヘルニキと同盟関係を結んだ。この同盟により、 カッシウスウェケリヌスが結んだラティウムとヘルニキとの同盟は、共和制ローマを王政ローマと同じ立場に置くこととなった。リウィウスによると、ヘルニキはその領土の2、3を割譲することに合意したが、よりありそうな説明は、ローマ、ラティウム、ヘルニキは彼らが獲得した土地を当分し、相互の戦争で得た領土の1、3を受け取るというものであった。 この条約は100年以上継続した。その見返りとして、カッシウス・ウェケン・リヌスは2度目の外戦式を実施した。ヘルニキとの同盟締結後、カッシウス・ウェケン・リヌスは、ローマ最初の公有地方を提唱した。これはトチオプレブスとラテン同盟に分配するという、ものであった。しかし、同僚失政官のウェルギニューストリコストスとパトリキは、これに大反対した。激しい議論の後、 プレブスも、ハンカッシュースに回ったが、これは、彼が王位を狙っていると疑われたからであった。紀元前485年、カッシュースが、失声官職を離れると、非難を浴び処刑された。リウィウスは裁判の方式は不明であるとしているが、クアエストルパリキディの階層、ファビウス・イブラヌストルキウス・ワレリウス・ポティトゥスの、訴追によって反逆罪の罪で公的裁判に、 かけられた可能性が高いと考えている。ケントリア民会で彼は死刑が宣告され、テルウス神殿近くの家屋敷も破壊された。別説ではカッシウスのジップが私的な裁判を開き、課長の権限で死刑にし、さらにカッシウスの個人資産をケレース女神に寄進したとされる。しかし、ローマ市の著者ニーブールは失政官を3回 凱戦式を2回も実施しているカッシウスウェケッリヌスが、ジップの権力下にあったとは考えられないとしている。ディオニュシオスは、タルペイヤの岩から突き落とされてカッシウスは、処刑されたとしている。カッシウスディオは、カッシウスウェケッリヌスは無罪であったと考えていた。彼の息子たちに関しては、同時に処刑されたという説もあるが、ディオニュシオスは、元老院によって除名されたとする。 ありがとうございます。